皆さんこんにちは。ちょっとワークマン行ってくるのサリーです。今日ご紹介するのはですね、ワークマン冬の販売額ランキングトップ10をご紹介したいと思います。もうワークマンのね、今防寒ウェアって本当にたくさん出てるんですけども、その中でもやっぱり売れている商品って気になるじゃないですか。今日が12月の下旬なんですけれども、まだね、12月の売り上げって終わってないので、出ていないので、11月の売上額ランキング、こちらをですね、ワークマンの社員さんに頼んで、情報をいただいております。で、売上数で言っちゃうと、やっぱり手袋とかね、たくさんなんか、安く売れるものが出てしまうので、売上額が高いもの、いっぱい売れているもののランキングプラス、あとね、路面店とショッピングセンターの中にあるワークマンってちょっとランキングが変わってきます。で、路面店はやっぱりいろんな作業のものとかも、作業服メインのものもあるので、どうしてもそっちのランキングが上がってきてしまうと、まあちょっと一般の方には分かりづらいかなと思ったので、今回はショッピングモール店で売れているもののベスト10をご紹介していきたいと思いますので、最後まで楽しんで見ていってください。第10位はこちら、じゃじゃん、ストレッチフリースノーカラージャケット1500円がランクインいたしました。3年前に発売になって、まあ、この2年の間にここにあったロゴがなくなったりだとか、あとカラーも一新して発売されている人気ベストセラー商品になります。で、今回今年のカラーはこういったクレイジー柄っていうんですかね、袖の部分とポケットの部分となんか身頃の部分とカラーが違うクレイジー柄が新登場して、これだけのカラーじゃなくて他にもいろんな、あともちろん無地のカラーも出ております。で、私も部屋着でね、これはすごく愛用していて、生地がね、ストレッチフリースというだけあって、なんかちょっとね、こう伸びる感じがあるんですね。わかるかな、こうギュインギュインと。なので体にすごくフィットして動きやすいし、長さがありますので、ちょっとね、腰の方まで隠れるのもあったかくて嬉しいポイントです。部屋着はもちろん、キャンプの時にね、ロンティーの上にこれを着て、あったかいストーブをつけた、テントの中で過ごすなんていう風にも使える一枚じゃないかなと思います。1500円、納得の10位でした。はい、続いて第9位、こちら、じゃじゃん、防寒ブーツのケベック1900円がランクインいたしました。こちらももう大定番のブーツで、冬のキャンプ場の温泉とかに行くと、もうケベックがブワーってみんな並んでて、自分のがわからなくなるほど、特に黒とかは毎年出ているカラーで、黒一番やっぱり多分人気で、履いてる方が多いので、もうそれぐらいもうみんなの冬キャンプの足元に定着したブーツじゃないでしょうか。でもとにかく軽いんですよね。軽くて、しかも中綿しっかりで暖かい。で、表面もね、これ撥水なので、ちょっと雪とか降っても大丈夫だし、非常にね、使いやすいブーツじゃないかなというふうに思います。で、これサイズは、私は M なんですけども、 S サイズだと小5の息子でも履けるし、 SS サイズもね、店舗によっては少ないんですがあるので、そうすると小学校、まあ、3、4年ぐらいの子でもね、履けるということで、もちろん大きいサイズはね、3L か 4L ぐらいまでありますので、家族全員があったかく過ごせる、もう万能ブーツと言えるかなと思います。で、毎年ちょっとね、カラーが変わってて、これは確かね、去年のカラーだったかな、いろいろ毎年チェンジされて出ていきますので、やっぱりね、定番、ワークマンの防寒ブーツといえばこれといった形ですね。第9位でした。こちら、じゃじゃん、レディース商品がランクインいたしました。レディース撥水パデットロングフーディー2900円でございます。でね、レディースの防寒ウェアって他にもいっぱいワークマンでは出ているんですが、これがランクインしたっていうのは、多分ね、長い丈のコート今までみんなが欲しがってたんじゃないかなって思うんですよね。で、やっぱりしかもここロング丈で腰もしっかり守ってあったかくしてくれる上に、まあ撥水加工であるとか中綿がしっかり入っている、そしてまあ防風のシートもね、入っているということで、風も防いでくれるので、見た目以上にしっかりあったかくできるコートが2900円っていうのすごくありがたいですよね。で、結構今年はこれのくすみカラー系な感じで、他にもね、ベージュであるとか、もうちょっと、ね、カラーの違うちょっとカーキっぽいお色であるとかね、いろいろあって、
コーディネートをしやすい人とか年代を選ばずに誰でも使いやすいっていうこのシンプルさが人気の秘密じゃないかなと思います。こちらが第7位でした。はい、続いて第7位もなんとレディース商品がランクイン。レディース高撥水フーデッドロングレイン2900円です。まあ、これはもう大定番アイテムっていう感じで、これはねやっぱ11月のちょうどなんかちょっとまあ雨も多かったし、今年はね秋が結構長い感じで暖かい季節が続いたので、これ多分レインコートとしてももちろんしっかりした性能があるんですが、結構ねもうトレンチコートみたいに春秋のアウターとしてもめちゃくちゃ活躍するウェアなんですよね。こんな感じで着てもらうとかなりね風ももちろんレインウェアなので風もね防いでくれるので、薄手ですが非常に暖かいので、1枚こういうね羽織であると便利っていうところが評価されたのではないでしょうか。こちら第7位でした。はい、そして第6位、ちょっと今手元に現物がないんですが、メンズのパンツがランクインいたしました。 4D 防風ウォームパンツ2900円です。ちょっとねこちらに写真出したいと思いますが、これね防風タイプなので生地が硬いのかなと思いつつ、実はね普通に柔らかくってやや厚手の生地の防風パンツになります。でこれと似た商品でマイクロウォームパンツっていうのがあるんですが、そっちはねモコモコとかなり分厚めのフリースが裏に貼られてて暖かいタイプなんですが、ホーディー防風はそんなに生地は厚くはないんですが、しっかり風を防いでね暖かく履けるので、結構シルエットの見た感じも綺麗だし、あと履いた時の暖かさもあるというパンツになっております。やっぱりねショッピングモール店で売れるということで、普段履きっていうんですかね、街で着る方が多いので、そういったシルエットが綺麗な方を選ばれる方が多かったのかなと思います。これが実はね路面店のランキングだとその分厚い方のマイクロウォームパンツ、やっぱりそれは外で作業される方とかキャンプに行かれる方とかね、そういうなんかお仕事で使われる方もいるので、そちらにランキング入るんですが、今回はショッピングモール店のランキングなので、まあ防寒パンツ例えばこれでしょうということで 4D 防風ウォームパンツがランクインしたということです。はい、続いて第5位がこちら、トレッドモックエコ、こちら1500円の商品がランクインいたしました。こちらはねやはりもう大定番、ワークマンといえば冬の靴これでしょう。まあブーツだったらケベック有名ですけど、こういう短いタイプのシューズ、防寒シューズだったらこれってあげる方多いかなと思います。やっぱりね1500円という価格がいいですよね。安いです。で初期のものは結構ここの中敷きが薄いというか、そういういろいろあったんですけど、最近のものはもうしっかりねあったかいふわふわの感じのね中敷き入ってていいし、あともちろんかかとも踏めてキャンプの時テントとね外の出入りする時もスッとね履けたりとかして非常に便利ですよね。あとここがねキルティングになってて、でしかも高撥水でしょ。でこれねカラーもいろいろ出てまして、このね水色はねアンバサダーの斉藤夫婦さんの、カラーとなっております。で今ちょっと手元にないんですが、これを入れる収納袋もあるので、それ入れて持ち運ぶんだりとかもねするのにも便利な一足となっております。で今期のは、エコということでエコ素材が一部に使われているということで、まあ、環境に配慮した商品っていうのもねやっぱ今の時代大事な感じなのかなと思います。はい、じゃあこちらが第5位でした。はい、続いてでは第4位に行きます。じゃじゃん、来ました。こちらフレームテックのフュージョンダウンモンスターパーカーが4900円がランクインいたしました。これもね去年出てもうキャンパーの間ではめちゃくちゃ話題になった商品でした。表面の生地がフレームテックっていう、まあ、加工がされていて、焚き火の火の粉が飛んでも穴が開きにくい素材であったりだとか、あと上身頃の方ですね、フュージョンダウン、いわゆる普通の中綿だけじゃなくって、まあ、そういう天然のダウンとかフェザーとかも混ざっている、まあ、綿が入っていたりであるとか、まあ、ちょっとあと開けてみましょうか。あとねモンスターパーカーっていう名前の通り、かなり大きめの作りになってます。
なので、冬結構まあアウター、冬キャンプで寒くてアウター着たら、そのアウターの上に最後もうモフって着れるぐらいのボリューム感があるのがこのモンスターパーカーです。で、裏側の背中の部分、肩の部分のあたりですかね、あ、背中の部分ですね、ここはブラックアルミが貼られていてあったかい風になっている、います。でね、去年は本当に人気で全然買えませんでしたみたいなのをツイッターでいっぱいリプライもらったりしたんですけども、今期はね結構ショッピングモール店で売っているのをよく見かけました。だいぶ供給が追いついてきたってことですかね。で、これかなりやっぱり大きめです。フリーサイズこれ着てるんですけども、かなり大きめ、メンズの LL か 3L ぐらいの大きさになっておりますので、逆にこれを街でも着たいよっていう声に応えて、リトルモンスターパーカーというのも今期新発売されました。で、リトルの方はちょっとこれより、これともほぼそのスペック的な部分は一緒なんですが、サイズをコンパクトに街でも着やすいサイズになっております。ただそっちの方がまあちょっと限定生産みたいな感じになっているので、こちらの大きい方のねモンスターパーカーが、ランクインしたということでしょうか。これもう着てるだけで本当にあったかいね。うん、はい、納得の第4位でした。はい、それでは注目の第3位に行く前に、ちょっとね路面店の場合のランキングで入っていたものを少し紹介してみたいと思います。まずね、先ほど話した、第1位はね、実はねやっぱり防寒パンツのマイクロウォームパンツが1位なんですね。っていうのもやっぱりね、パンツって割とアウターとかトップスに比べると買い替える頻度が多いみたいで、どうしてもやっぱりそのあと作業される方がねよく履かれるということでね、防寒パンツってのはね売れやすいという話を前に聞いたことがあって、それがね、路面店の方では第1位でした。あとね、例えば第7位ですね、イージスの防水防寒スーツ4900円とかがランクインしてます。これはやっぱりねバイク用であるとか釣り用、スキー用ということで、やはりそれね外の作業とかレジャーで使われる方が多いということで、この商品はもしかしたらショッピングモールにそもそも入ってないかもしれないですね。ごめんなさい、確認してないんですが、あまり入荷は少ない商品になるので、そっちのね路面店の方でランクインしたのかなという感じです。あと第9位はディアマジックダイレクトの防風防寒ジャケット。ちょっとこれジュニアサイズのものが我が家にありましたので紹介しますが、これの大人版2900円が、ランキングインしたということですね。やっぱりねこれワークマンの防寒ウェアというと、これ思い浮かべる方すごく多いかなと思います。これも多分もしかしたらですが、あまりショッピングモールにはそもそも入荷してない商品だったのかなっていうのもあって、路面店の方では第10位で定番ウェアとしてランクインしたようです。はい、それでは第3位の発表です。こちら、じゃじゃーん、イージスのフュージョンダウンジャケット、こちら5800円が第3位となりました。こちらは路面店でも人気のアイテムで、今回ランクイン、両方でランクインしております。で、これねやっぱりね、見た目のこのかっこよさと、やっぱ生地が張り感のある感じであるとか、とてもじゃないけど5800円に見えないこの見た目のデザイン、生地感ですよね。これ多分普通の本当にアウトドアブランドショップで買うと何万円するんでしょっていうような感じの商品が、ワークマンだとこの値段で買えるっていうのがね、やっぱりね人気の秘密だったんじゃないかなと思います。で、これねバイカラーのタイプもあるんですが、シンプルに単色のタイプも出ております。で、これ実はね防水なんですよね。防水なので、雨の日、冬の雨の日、もちろん雪の日にも活躍します。中にはフュージョンダウンで天然のダウンとかフェザーとか、あと高機能綿がねミックスされて入ってる中綿が使われております。で、今期のタイプは背中側に、こちらブラックアルミが貼られているので、暖かさがさらにアップしているといったこの製品になっております。で、去年はイージスのダウンジャケットは結構そんなに在庫数が多くないなって感じていて、冬本番になった頃にはすぐ売り切れちゃっていたんですが、今期はね結構ショッピングモール店とか、あと普通の路面店でも割とたくさん在庫があるのか、いっぱい陳列されてるのを見たこともあって、まあ物が増えたっていうのと、あとまあ値段がね5800円と他のアウターに比べてちょっとお高めなので、ランキングにも、これ売上額ランキングなので割と上位に上がってきた商品なのかなと思います。これねすごいね、やっぱり高見えは強い
コスパの良さと高見え素晴らしい商品、納得の第3位でした。はい、それでは第2位、ドルルルルルルルン、はい、こちらディアライトのウォームジャケット4900円がランクインいたしました。これさ、私すごいワークマンで大好きな商品だから入ってすごく嬉しいです。発売されたのは3年前ぐらいが最初だったと思うんですが、その頃からすごい大好きで、まずね、すごい軽いんです。軽くて、で生地も、さっきのイージスダウンジャケットに比べると非常に柔らかい生地です。で、割とね、大きめのサイズを選ぶと腰のあたりまで隠れて、ちょっとね、大きめにもふっと着られるのもすごい、ちょっとね、ビッグシルエットな感じもすごく好きですね。あとこのね、あのバイカラーのカラーと、今季はさらに新カラーが出ておりまして、こちらのですね、木グレーというお色。この木シリーズは他に木ネイビーと木ブラウンがあるんですが、この一見するとちょっとね、あのウールみたいな素材感のある、ちょっと高見えする感じも、まあ、値段も一緒です。4900円で出ています。なんかね、ほんとこれとこれって言われたら全然違う商品のように見えますが、実はね、一緒の商品なんですね。で、この軽さといい、温かさといい、全く同じ感じになっております。あとね、これね、防水になっておりますので、表面の生地は撥水みたいなね、間に今防水シートが入ってるって感じで、雨の日とかね、雪の日のキャンプでも安心して中がね、濡れずに着られる一枚になってます。で、防水っていうとなんかレインウェアみたいな想像するんですけども、そういうシャカシャカした感じではなくって、なんかちょっとね、柔らかみのある優しい素材感で、で蒸れることもね、もう全然ないです。蒸れる感じもね、全然ないので、冬のアウターっていうと私もついね、あ、じゃあもうこれディアライト着てこうみたいな感じで選んでしまうっていう感じですね。これが第2位でした。これね、去年はやっぱり在庫がすごい少なくって、これあのプレゼントであげたいなと思ってお店に行った時に、もうね、全然ね、サイズとかカラーも選べない状態だったのが、今期はショッピングモールも、路面店もですが、やっぱり在庫がぶわっと増えていたので、それだけ在庫があれば買う人もいるということで、第2位にランクインしたのかなと思います。はい、それでは流行る第1位は、トルル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 ルもうね、ワークマンのウェアといえばこれをね、思い出される方も多いかなと思います。まあ、このね、モコモコにかなりしっかり入った綿感と、あと縫い目を少なくこの圧着加工にしてあって、あの風がね、防風性を高めてある感じであるとかね、あと今季はね、このオフホワイト新色でね、私はもう8月にもう出た時にすぐ買ったんですけれども、カラーバリエーションがあと非常に豊富ですね。はい、あと内側はテカリを抑えたちょっとマットな感じのね、ブラックアルミ加工で、これも最初はギンギラギンだったんですが、ね、なんか何度も何度も重ねてきて、今はちょっとあのこういうマットな感じのなったので、見えても脱いだ時もそんなちょっと恥ずかしくないっていうのもね、嬉しいところですね。で、着てみるとこういう感じです。あ、いいですね。冬にやっぱね、白はすごくいい。で、なんかもう着た瞬間からなんかみっちり風を通さないぜっていう、なんかね、すごいね、パワーを感じるあのジャケットになっております。これ1枚着るだけで北区に住んでいる方とかね、冬のキャンプでも非常に快適に暖かく過ごせるんじゃないかなと思います。今これ着てちょっと羽織っただけで、話してるだけで、あのすでにね、背中がめっちゃ熱いって感じるぐらいなので、これはね、やっぱランクインするの分かるね。でもうやっぱり大定番の商品になるので、どの店舗でもね、やっぱり在庫をバシッと揃えてあるので、やっぱりそれだけ人気だったら目立つところにもあるので、皆さん買っていかれる方が多かったのかなと思います。あ、そう、あとね、これもね、すごい軽くて動きやすいです。納得の第1位でした。はい、というわけで今回はワークマン2022年冬の売上額ランキングトップ10をご紹介いたしました。やっぱりね、なんか、あ、納得っていう感じのランキングでしたね。あの今回ね、紹介している中で
PR でいただいたものが1個か2個ぐらい含まれてたんですが、あと全部ね、私ね自腹で買ったものが入ってて、その10トップランキング10の中に自分の商品がいっぱい入ってるのってなんかすごく嬉しくなるっていうか、なんかね、あ、自分の目に迷いなかったって感じで、すごいなんか変なね嬉しさを感じてしまいました。皆さんもね、こちらのランキング参考に、ワークマンの店舗などオンラインストアなどで購入してみてください。ちょっとね11月のランキングになるので、どうしても今の時期も店舗に在庫がないものもあるかもしれません。そこはちょっとご了承ください。この動画は、12月の30日にアップする予定ですので、今年最後の配信となる動画となります。今年はねすごくね、YouTube をブログよりもメインで頑張らせていただきまして、ありがたいことに、登録者数もですね4万人に近いところまで行ったりであるとか、もう本当に普段から、見ていただいている方の本当おかげだと思っております。本当にありがとうございます。今年もありがとうございました。で、あと今年はね、サブチャンネルでサギーのキャンプチャンネルというものを10月に立ち上げて、今ちょうどですね年末に1000人、こちらも登録者1000人を超えましてですね、今ようやくなんかちょっと軌道に乗り始めたかなっていう感じで、ぜひですねキャンプに興味のある方、あとねキャンプだけじゃなくていろいろね、旅行、ディズニーの旅行であるとかスキー旅行とか、そういうねワークマンに関係ないものはそちらのサブチャンネルでどんどん更新していく予定ですので、ちょっとねサギーの裏側見たいなとか、サギーさんの旅行している風景見たいなとかね、そういうの見たい方はぜひサブチャンネルの方もご登録をよろしくお願いいたします。今年も1年どうもありがとうございました。皆さんも良いお年をお迎えください。そして来年もどうぞ、いっぱいね動画見ていただけると嬉しいです。はい、というわけで、まあ年末年始ね、暇な時間もたくさんできるかと思うので、ぜひ過去動画の方もいっぱいチェックしてみてください。今回の動画が良かったなという方はいいねボタンをチャンネル登録していただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。また来年。ご視聴いただきありがとうございました。動画が役に立った、面白かったという方はぜひいいね、チャンネル登録お願いいたします。ブログをメインにやってまして、ちょっとキャンプで検索か概要欄のリンクから、ブログアクセスできます。その他ツイッター、インスタもやってますので、こちらもフォローよろしくお願いします。